もうすぐお昼、木漏れ日テラス。こんにちは、たまちゃんです。今回ご紹介するのは空港向け58号線沿い泊高橋交差点の泊スクエアビルの手前から左に入って右側にあるラファーズターブルです。こんにちは。小さな入り口から入るととても奥行きがあり、たくさんのテーブルが並んでいました。周りを見ると可愛い小物が多く置いてあり、賑やかな感じもしますが、のびのびとした空間になってます。何より可愛い黒いラブラドールが出迎えてくれるお店なんですよ。沖縄の癒しエネルギーをマクロビオティックという形でお皿の上に表現できたらと思い、3年前に料理教室をスタートさせ、お店も始めたそうです。ラファーはヘブライ語で癒しを表すそうですよ。今日のメニューをご紹介します。スープは冬瓜とキノコのピリ辛、おかずにはかぼちゃの種が入っているかぼちゃの煮物と、サラダは湯通しした茄子が入っています。そしてパセリの香りがする細かく刻まれさらっとした和え物と、お味噌で和えられたお野菜、玄米ももっちりというよりパラパラっとした感じです。玄米の上には生味噌があり、コチュジャンが混ぜてありました。さらにその上にアスパラガス、揚げ出し豆腐、レンコン、パプリカ。揚げ出し豆腐は細く切ってありました。油が乗っているので少し気にはなったのですが、周りの野菜で消化できるような構成だそうです。アボカドとミントで作ったデザートは、香りはさっぱり、食べたらしっとり、初めての感覚でした。そしてコーヒーがついてます。体のことを考えた料理をオーナーが自ら作っているようです。そして料理教室に通ってくる人たちは自分の家で楽しんだり、妊婦さんも中にはいるそうです。ただ料理を教えるだけではなく、季節の野菜と関係を知ってもらうことを含めているそうですよ。季節ごとの野菜はその時人が必要としているものが収穫できるようなサイクルで回っているそうです。人の体の中にも季節があるみたい。今は夏だけど体の中は秋かもしれないし冬かもしれない。季節に合った料理を考えながら作っていると、いろいろ教えていただきました。ラファーズターブルの料理は季節にこだわったメニューが満載です。ランチの営業時間はかなり短く、11時30分から14時30分、ディナーは予約制。定休日は月曜日と火曜日です。住所は那覇市泊2丁目15番地の6号。皆さんもぜひ行ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。取材に行って初めて知ったことが多く、とても勉強になりました。料理教室も覗いてみたいですね。取材先の動画は毎週月曜日には YouTube にアップされます。ONETV ネットライフで検索してください。ウェブサイト
琉球の島のラファーズターブルのページでもアップしています。チェックしてみてくださいね。毎週月曜日から金曜日の11時30分からです。お聞き逃しのないように。今日も素敵なランチタイムをお過ごしください。今度の女子会、ネットでお店探ししなくちゃ。どうも、パソコンから失礼します。ネットライフのウェブサイト、琉球の島と申します。何よ、パソコンからって。はい、私どもの琉球の島は検索でお店沖縄と入力していただくと最上位に表示され、開きますとバーンと沖縄のお店、会社情報が満載でして。パソコンが喋るか。ウェブサイト琉球の島。